皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。私は今ニューヨークで所属しているヤーサマーダンスシアターのお仕事でフランスマルセイユに来ておりまして、マルセイユのシテデザートという、芸術施設でアーティストが滞在できる施設に泊まっております。ということで、旅行に来てホテルに滞在とかとは全然違う感じのお部屋紹介、行ってみましょう。ぐるっと見ますと一人部屋です。一人部屋なのめっちゃ助かってます。今回なんか日本とズームミーティングしなきゃいけないかったりとか、夜中に結構たくさんあるので、本当一人部屋でよかったなって感じ。ベッドは2つありますけれども、こっちしか使ってないです。あ、こっちがね、入り口でね、入ったらこんな感じで、ここにテーブルがあるので、ここなんかいろいろ機材と線だらけ、ケーブルだらけになっていますけれども、ここでいろいろ YouTube とかラジオの収録とかもしています。で、こんな棚が備え付けてあって、エアコンがないんですよ。で、扇風機だけあります。で、今回2週間半ぐらい滞在するんで、クローゼットとかも一応あるんですけれども、でも結局私は大体ね、このスーツケースを見えるかな、スーツケースをなんかこうタンス代わりっていうか、スーツケースに服入れっぱなしで、生活することが多いです。滞在がね、なんか1ヶ月ぐらいとかだったらちょっとタンスとか、使ったりすると思うんですけれども、こんな感じで、バスルームに入ってきましたらこんな感じです。この奥は普通にお手洗い、バスルームの入り口にドアがあるんですけれども、お手洗いにはドアがないけど、ちょっとなんか部屋が離れてるみたいな感じ、トイレは普通にトイレです。ちゃんと水が流れてよかったなっていう感じ海外で生活するときに、水がちゃんと出るとか、シャワーがちゃんと出るとか、そういうのが、水回り流れるよねっていうので、結構満足しがちです、私は。シャワールームはこんな感じ。ダンスの仕事とかでいろんな海外に行くと、いつもいいホテルに泊まるわけじゃなくって、時にはね、不便なところに泊まったりすることもあるので、あ、ここはちゃんと水が出る、ラッキーみたいなあ、お湯も出るみたいなねこうガスコンロあるんだってめっちゃラッキーやんみたいなぐらいの感じでやらせていただいております。ここにはね、いつも使ってる化粧メイク用品入れ持ってきています。こんな感じかな。過ごしやすいお部屋でございます。広いしね。ご覧いただいた通り、ドア開けたんですけど、ドアしか換気できるところがないのよ。で、めちゃくちゃ蚊が多くって、このドアを開けて換気してると蚊がめっちゃ入ってくるので、すごい噛まれるなっていう感じですかね。だから夜寝る前とか真っ暗にした状態でドアを開け放して扇風機つけて、なるべくなんか中に蚊が入らないようにして、そっから寝るようにとかしていますけれども、こんな感じでございます。じゃあこのまま外に行ってみますかね。お家の中はこんな感じでした。で、今回はこのシテデザートの建物の中になんかテラスみたいになってて、これを囲んで何部屋もあって、こっち私の部屋でまた別の人の部屋があってみたいな感じになっています。で、シャワールームはそれぞれあるんですけれども、キッチンは共用、私たちヤーサマーダンスシアターのメンバーで共用っていう感じで、こんな感じ、買ってきた食べ物ここに置いてて、電気つけよう。
でめっちゃキッチン広いですよ。でこんな食器棚とかあって、シンクは小さいですけれど、こんな感じ。ゴミを捨てに行かなきゃ、で、ここが何？台所の台って感じですかね。冷蔵庫、みんなで、なんか結構みんなでシェアして料理作ったりしてますので、なんだ、5人か、5人分の食料が入っております。こんな感じ、広くて見た目はなんか、わー外国のキッチンって感じですけれども、外国のキッチンって感じです。あのね、ナイフが1本あるんだけれども、めっちゃペラペラでさ、なんか野菜とか普通に切れないみたいな、野菜切るのだけなのにめちゃめちゃ困難みたいな感じのナイフしかないっていうお部屋ですけれども、まあ、あ、お部屋じゃない、キッチンですけれども、そんな感じで、こちらが、今さっきいたのとはもう一個隣のテラスに来たら、めっちゃ洗濯物かかってますけれども、あ、ちなみに下着みたいなのかかってますけれども、これ水着なので、あのね、水着を着て踊るわけじゃないけれども、ビーチでパフォーマンスするんですよ。で、このこれはリハーサルで使ってた、あのライフジャケット、ライフジャケットを着てパフォーマンスするんですけれども、あのがかかってたりもしますが、今夕方で結構夕日浴びてるみたいな感じになってると思いますけれども、後ろの景色はこんな感じです。マルセイユの、田舎の方、こっちにずっと行くとなんか市街地らしい、市街地なんですよ、向こうの方がね。でここは結構のどかな田舎っていう感じです。ほんと後ろ林みたいな感じです。いや、なんかこういうすごい見晴らしのいいところに、見晴らしのいいところがあるってやっぱりすごいいいですよね。リフレッシュしますね、すごい。こんな感じののどかなところにおります。はい、ということでね、今お部屋紹介の後にこの施設をぐるっと見てきたんですけれども、ちょっと動画が長くなりすぎるので、この施設ぐるっと見るのは多分別の動画にすると思います。で、その後、今ね、神戸でやっている広場のオープニングのパフォーマンスのプロジェクトのためにちょっと必要な映像を撮ったりしていて、屋外で撮ってたら、あ、なんか砂だらけドロドロになって、めっちゃ気持ち悪いと思ってシャワーを浴びたっていうところなんですけれども、なんでね、今回このマルセイユに来ているかと言いますと、私がニューヨークでもともと所属しているエアサマーダンスシアターのお仕事で来ています。あのザ・ウォークというね、アートプロジェクトがありまして、このプロジェクト、巨大な3メートルぐらいのパペットが、中東からヨーロッパまでずっと旅していく、歩いて移動していくっていうアートフェスティバルがありまして、でこのパペットね、アマールっていう名前なんですけれども、アマールちゃんっていう9歳の女の子の設定のパペットなんですけれども、まあ、難民でお母さんを探しにずっと中東からヨーロッパまでずっと旅していくよっていうので、で、まあ、その行く先々でいろんなアートイベントがあったりとか、ダンスパフォーマンスがあったりとかっていうので、今回マルセイユのダンスパフォーマンスに参加、エアサマーダンスシアターで参加しています。で、現地のパフォーマーの方たち40人くらいと一緒に、まあ、その40人にね、エアサマーダンスシアターのサマーハダードキングさんの振り付けをお教えして一緒にパフォーマンスするっていう、かなり大掛かりなパフォーマンスです。
このマルセイユにあるビーチ、海岸で9月22日に、パフォーマンスを行います。まあね、あんまり難民とか馴染みがない言葉っていう人も日本にはたくさんいらっしゃると思いますし、まあ私もね、まあ、直接は全然馴染みがない言葉だったりしますけれども、この、まあそういうのは置いといても、このアートフェスティバル、とってもクールなイベントだと思いますので、気になる方は、このザ・ウォークのインスタグラムのリンクとヤサマダンスシアターのインスタグラムのリンクなども概要欄に載せてありますので、気になる方はぜひそちらを見てみてください。このね、9月22日のパフォーマンスについては、ライブストリーミングとかする予定が多分ないのかな。なので、日本にいる方にはご覧いただけないんですけれども、マルセイユの方にはマルセイユの方というか、この辺りの方には無料でご覧いただけます。で、このパフォーマンスはこの私がやっているエンターアートではなくて、別に所属しているヤサマダンスシアターのお仕事なので、なんかピンとこないと思いますけれども、バンドで言うと2つ掛け持ちしてるみたいな感じなんですよ。で、このヤサマダンスシアターの方のお仕事なので、ここをね、こと細かく YouTube でお伝えすることはできないんですけれども、まあ、私の SNS とかに写真とか、まあ、時には映像とかも載せれると思いますので、よろしければチェックしてみてください。ということで、今回はマルセイユのお部屋紹介でした。この動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本当に皆さんのチャンネル登録していただけることとか、あとコメントいただけることが動画を作る励みになっています。いつもありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。エンターアートの大阪ゆかりでした。バイバイ。